炙るのは別に当日炙らないけん。はい。あの混ぜすぎないようにしてますね。パラッと上がらないとか。もう時間が経ったらもうふにゃっとこう。もうお待たせしました。はい。お持ち帰りで、はい。すべて甘辛ダレで。エビ天。エビ天だ。はい。で、一番さん天ぷら以上です。はい。実は裏で作ってるんで自家製なんです。よかったら。あ、ぜひ出してください。ここが一応製麺のところになってるんで。どうも。はいよ。甘豚甘から。また。はい。豚骨甘。また。一部ご覧の皆様、こんにちは。セブンです。今日はですね、野田一丁目にあります、ね、こちらの天かつ屋さんに来させてもらったんですけど、過去に、あの、ラーメン屋さんだって、ただ行こうかなと思って来た時には、もう天かつ屋さんになってて、自分食べてみたら、まあ、とっても美味しくて。で、なんと、その当時のラーメンも復活してるということで、これはちょっと食べてみたいなと思いながらも、まずは、名物天丼を、なんか、1000円以内で食べれるということで、来てみました。炙るのは絶対当日炙らないけん。はい。月曜日。ラーメン用のチャーシューです。肉によって大きさが違うんで、厚みを考えて。あ、筋によって大きさが違うんですか。そうなんですよ。やっぱ豚にも大きいの小さいのいるんで、横が広いやつだったらちょっと薄めに切ったりとか、小さかったら分厚めに切ってあげたりとかして、その肉に合った切り方をしてます。で、切れ端も無駄にならないように、後で細かく切ってチャーハンだったりとかそういうのに入れる肉に変わっていってます。夜の分も向いたからな、そんちゃん。うぃす、夜うぃす、ありがとうございます。カメラ緊張しないですか？え、緊張はするっすよ。いや、まだ入って1年半ぐらいですかね。まだまだベベですよ。はい、あの、混ぜすぎないようにしてますね。で、過ぎたらダメです。過ぎたらどうなったんですか？やっぱりあの、カラッと上がらないとか。もう時間が経ったらもう、ふにゃっとこう。もうお惣菜の天ぷら状態。あ、なるほど。でもう大体うちはもう、あの、油とごま油のブレンドですね。さっぱり感もあるから、あのしつこくない感じになるから、はい。よっしゃ、これでまあ大体10分 OK。 あれ60個45個も入らんだろ、一バッグ。いや、90個向いてますんで。あ、ちょっとパーツです。
大体の天ぷらについてます。僕も、もう多分僕この中で僕が一番古い熟練の古いですね。もう居残ってます。まだ背脂。そうです、そうです。ラーメンに入れる背脂で、表面の油は処分してます。そうなんです。実は裏で作ってるんで、自家製なんです。よかったら。ぜひ出してください。お邪魔します。こっちです。あ、すいません。失礼します。ここが一応製麺のところになってるんで、まあ、ミキサーが製麺の機械専門の。そうです。で、まあ、貯蔵するのも大下冷蔵庫も使ったりしていうところで、そうです、もう、うちのグループ店全店にこう配送するのにここで自分で使ってます。これから帯状に伸ばしてっていう。そうですね。それを何回か順番に返すんで。基本的にお兄さんは麺作りだったんですか？もう製麺の麺です。あー、張り付け
口天丼が3つ、はい、大盛りがお2つと、すべて甘辛ダレで、はい、お持ち帰りで、はい、カツ丼1つ、はい、ご飯の量とタレの種類どうされますか。あ、3つ名物店の3つ入ってるので、2つ1つ、あ、1番さん年表以上です。
よ名物。塗りは OK です。はい、お願いします。はい、お願いします。名物ダブルです。はい、OK です。よっ、天丼4ついったら次テイクアウト。いくよ。はい、10分以上です。はい、よいいよ、花子花子、汁ください。 OK、 15番さん10分以上です。はい、どうぞ。一つ一本後で行こうか。一個ずつかな。はいよ、名物店だ。はいよ、お願いします。頑張る。八番さん、はいよ、じゃあ次は八番さんの丸で店長以上。はい、OK です。二番さんは待ちです。はい、どうオープン開始からあれですかね、お客さん普通店内とお持ち帰っても半々ぐらいですか。いや、どっちかというと店内飲食の方が多いです。そうそうそう、多いです。ただ今回はこの予約の分がちょこっと入ってただけなんで、店内飲食の方が断然多いです。 OK、まあ、いくらもう40になって、なかなか食べれない。ごめんなさい。大盛りは大盛りにってこと？大盛りがでしょ？ちょっと多めにしてる。今全部一緒になってます。全部一緒？ OK。でも一個足りません。5じゃないですか？ごめんなさい。ごめんなさい。また通ったやん。すいません。甘辛です。はい、いらっしゃいませ。はい、トリコなんですか。はい、カットのトリコなんですか。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ハロー、ありがとうございます。テイクアウト出るよ。
つ大盛りダブル、上から順番に出す。オッケー、大盛り。はい。大盛りダブル、波は。オッケー。大盛り大盛り次波。大盛り大盛り波。大丈夫？チェック。はい、かかんのが大丈夫。あ、下に書いてます。オッケー。じゃあ次出してみよう。オッケーです。はい。波。次の波。ありがとうございました。ありがとうございました。またお願いします。ありがとうございました。どうも。いいよ、鳥がないけど。はい。はい、オッケー。ごめんなさい。はい、よ、行こうか。はい。波。次の波。はい。次の波。はい。天井上がりました。今行きます。はい、飲み。はい。順番に並んだりや。大盛り大盛り何大盛り。豚骨醤油、味玉、はい、徳川さん、OK です。失礼します。波醤油、波だね。波です、波です、鳥が大盛りです。いいですか。はい、いいです。ありがとうございます。鳥はい、じゃあ波、はい、です、波乗ってるの。はい、OK です。はい、大盛り鳥。はい、大盛り鳥。大盛り鳥。
どうぞ。うん、はい、6番さん伝票以上です。替え玉もなんかすごい安かったイメージが。30円です。やはり工場があるからできるという。オーバーとしては30円です。ありがとうございます。お願いします。2番さん仕上げます。もういいですよ。はい。
だ。はい。あら、はい、お許しください。で、一番さん伝票以上です。はい、ありがとうございました。またお願いします。トイカラ店の3番さん伝票以上です
はいよ、ハマ、トンコツ甘から、肩。はい、トンコツ甘から、肩。はい。土曜日ですけど、お客さんの入りって、うん、こんな感じですか、いつも今、周年とかぶっとるんで。あ、なるほど。いつもよりか集中してきてる感じで気合が入りますね。入ります。はい、お願いします。3時に終わって、あ、一旦閉めるみたいな。そうです。もう、あ、店が閉めてからずっと、あの、食事とかまかないでしょ。ですです。おすすめは、はい、あのやっぱりスタンダードの名物天丼、はいはい、この名物天丼で、名物天丼とこの天丼と定食とあるんですけど、はい、もうこの違いっていうのがご飯の上に乗ってあるのが天丼です。はい、ご飯が別で盛り付けされたのが定食です。はい、で中身はもう全部一緒になってるんです。はいはいはい。やっぱこれが一番スタンダードの天丼がおすすめです。ただやっぱりあの穴子だったりとか、エビを多めだったりとか、はい、っていう人に、まあ、あのおすすめにこういうふうに作ってます。あ、なるほど。あとちょっと変わったところで言うと、あのうちもグループとして唐揚げの専門店があったんです、はい、でその専門店のその味を生かして鶏の唐揚げの天ぷらです。ほう、この唐揚げ、はい、そうです、鶏から天丼っていうのを作ってるんですよ、はい、これはね結構あの鶏の中にあの唐揚げの味もしっかり入っている。ほう、へえ。あとはやっぱその天ぷらだけではなくて、あの、まあ、天かつ屋っていうカツが入ってるんで、はい、この岡山のピーチポーズ、あー、はいはい、を使ったカツ丼、へえ、まあ、倍入ってるっていうのと、はい、あとあのとろたまカツ丼、はい、カツとじみたいなやつ、はいはい、ちょっとやばい、お腹空いてきちゃうな、ちょっと。いやいや、美味しそうですね、ちょっと。はい。で、まあ、これが天丼メニューで、あともう一つこっちのラーメンのメニューがこっちですね。はい。で、やっぱり、うちが今までそのラーメン店としてっていうのもあって、はい、あの、やっぱ人気だった商品だけ残してます。はい。鶏ガラベース、はい、豚骨ベースの、醤油味か甘辛味っていう、2種類、はい、4種類ですね。はい。あとまあ、なんだろう、トッピングと、定食と。はい、ラーメンでいうとおすすめは何でしょうか。ラーメンでいうと最近は僕食べるのはこの豚骨ベースの甘辛です。はい、甘辛、はい、やっぱりこれがやっぱり今人気ですか。やっぱりそうですね、結構この甘辛っていう2種類はよく出ますね。あ、でしかもこれ小ラーメンっていうのがあるんで、はい、さっきの天丼と、はい、天丼と、はい、ラーメンの、はい、小ラーメンっていうセットが多いです。あ、そうなんですか。はい、大体その天丼ときたらやっぱりその、お吸い物とか、はい、あのミニうどんみたいな、
はい、感じになると思うんですけど、ラーメンと組み合わせですか。ラーメンともう組み合わせになると、おジャンクジャンクですよ。ジャンクジャンクですね。はい、いやでもちょっとそれ面白いコンビですね。あとはこのメニュー表に載ってないあの、はい、ラーメンではラーメン店ならではの具材を使った、うん、はい、チャーシュー店と、あ、先ほど見させてもらったこれですね。こちらですかね。はい、チャーシュー店の上にチャーシューが乗って、はい、ネギが乗って、メンマが乗って、味玉が乗っての天ぷらの丼ですか。で、逆にこのあの定食の分のこのご飯とのこの分けてる分はこれの分はないんですか、ね、これはやってないです、ね、やってないです、はい、別にはやってないんですけど、もうこれ天丼のみでチャーシュー天丼。これ困ったな、なんかチャーシュー分厚くないですか。はい、これも厚切りしてます。もうしっかり歯応えがあるように、食べ応えのあるように。これはちょっと濃厚だれと、はい、甘辛だれと、甘辛だれと味噌だれ、味噌もあの名古屋の味噌カツってあるじゃないですか。ありますね、あれをちょっとイメージして、はい、あのスタンダードにある、はい、あのさらっとしたタレじゃなくて、本当にあのドロッとした、はい、あの天ぷらにまとわりつくような端が茶色くなるようなタレっていうのがあって、はい、ラーメンの甘辛ラーメンっていうのが、あ、はい、ありましたね、さっき。あれうち人気なんだよ、はい、それを天丼風にアレンジしたタレです。だからエビ天丼一つ、はい、で、ラーメンの、この鶏ガラスープのあっさりの方の、その甘辛ラーメン、はい、これを一つ。麺の硬さはどうしますか。じゃあ普通で、僕はね、名物天丼も、注文させていただきました、はい、それと、こっちもね、ちょっと懐かしの味の、鶏ガラスープのあっさりのこの甘辛ラーメンを注文しました。はい、お好きなタレかけてください。はい、ありがとうございます。発車作りご利用でしたらまたお声掛けください。あ、はい、わかりました。いただきます。失礼します。お待たせいたしました。今からだよ。ありがとうございます。さあどうぞ。うん、すごい熱々です。めちゃめちゃ美味しいです。では今週ご飯と一緒にいただきます。うん、これご飯進みます。うん、もう本当に揚げたてでめちゃめちゃサバが甘いです。あ、美味しいです。自分は鶏ガラスープのあさりで、当店自慢のこの甘辛ラーメンを注文してみました。いただきます。本当に甘いんですけど、後から辛みが増して、お得感を感じる、すごい。まあ、衣もうまい感じですね。衣もうまいですね。もうパリッパリですね。うん、揚げたてで見てください、これも揚げたて。ピーマンもすごい甘いです。あの、いよいよ撮影させてもらってありがとうございました。いいえ、こちらこそありがとうございます。ね、あの、撮影ですか。いや、まあ、本当にね、これが、まあ、飲食店として、頑張っていきたいし、まあ、お客さんにもね、やっぱり来てもらうからには満足してもらって、あと、うちの経営者もね、早くできて、なんかその人も美味しいものを提供して、っていうのができたいと思ってます。
それとあのラーメンの麺を作ってる機械に今日入る初めて入らさせてもらって見てたんですけど、なんかこうスピードが勝負だなみたいな感じであれは慣れるまでに時間かかるなと思ったんですけど、まあ、であのラーメンもね、あの注文されてるお客さんいて、まあ、僕も先ほどいただきました。やっぱりね、あの当時の味とそんなに変わってなくすごく美味しかったです。またあの近くの自分の方からスタジオでぜひぜひ見てください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。あの最後あのスピチューブを見てる方に一言お願いします。はい、まあ、僕もスピチューブというのはよく見させてもらったんで、本当にもうこのタイミングでもう来てもらえるとすごいありがたいと感謝を感じております。またまあ、僕も本当にスピチューブのファンなので、ずっと見させてもらいますし、またこのチャンネル番組を見たときにうちにも来店してもらえたらなと思ってます。じゃあ今日は本当に忙しい中ありがとうございました。ありがとうございます。お待ちしております。はい、そうでした。